ルーラです。ティナです。マリアです。メイです。ユサです。ピンク、ラテ、ティ、ビ、始まるよ。はい、本日はユナちゃんとリーナちゃんの卒業式をやります。楽しいから言いたくないんですけどついに卒業ということで、はい、どうですか最後の卒業ですけど時間ないよね時間ないよ、ね、多分次は来るってね本当に来てほしい悲しい卒業ということで卒業式をね早速やっていきたいと思います。はい、それではどうぞ。メイラちゃんへ。レイラちゃんとは何年か前に一度会ったことがあるけど、その時からすごく可愛いのに大人っぽさもあって、年が一つしか違わないのに前と全然違くて驚いたこと、印象に残っています。1年というすごく短い時間だったけど、一緒に話したり撮影をすることができてとても楽しかったです。これからもダンスが上手で優しくて可愛いみんなの憧れのレイラちゃんでいてね。いつかまたこうして再会できるように我も頑張ります。今までお疲れ様でした。大好きです。ありがとうございます。マリアちゃんへ。短い間だったけど今までありがとう。マリアちゃんはいつも礼儀正しくてニコニコ笑顔がとっても可愛い。最初はおとなしくて人見知りする子なのかなって思ってたけど、面白い一面や意外な一面もあって一緒におしゃべりしていて楽しかったよ。もっとマリアちゃんのこと知りたかったし、もっと仲良くなりたかったな。でもこれからもマリアちゃんのことを応援しているので、マリアちゃんらしく頑張ってね。今までありがとう。大好きだよ。撮影の帰りのテンションを心配して LINE を送ってくれたり、撮影をしていて話に入れない時に話を振ってくれたり、いっぱいいっぱい感謝しています。グッディのモデルなどいろいろなモデル活動をしているレイラちゃんは憧れの先輩です。これからもルーラーでください。ありがとう。ザフちゃんへ。いつも明るくて元気で可愛いリザフちゃん。リンクアップ TV みんなの妹リザフちゃんを見ていつも癒されていました。最年少でわからないことや初めてのことたくさんあったと思うけど、いつも笑顔で何事も楽しそうに乗り越えていく姿に自信を持ってこれからも頑張ってほしいです。こんなレイラに質問したり相談してくれたりしたリザフちゃん、今後困ったことや大変なことがあるかもしれないけど、いつでも相談していいからね。これからもリザフちゃんらしくいろいろなことに挑戦し続けてね。ずっと応援してるよ。今までありがとう。大好き。レイラちゃんへ。レイラちゃんとはニコプチの頃からお世話になっていて、私が新メンバーとして入ってきたとき、とても心強かったし、優しく話しかけてくれたおかげで、すぐに懸命に始めることができたよ。ダンスもとっても上手で、スタイル抜群で、めちゃくちゃ美人で、大好きなレイラちゃんが卒業してしまうのは、とても寂しいけど、これからも夢に向かって努力するレイラちゃんのことを応援してるし、私もまたレイラちゃんとお仕事ができるように頑張ります。レイラちゃんと一緒にお仕事できたら、3年、ピンクラテのメンバーとして一緒に、は本当に楽しいことばかりだし、たくさんのことを学びました。本当にありがとう。卒業おめでとうございます。これからも本当に大好きです。ありがとう。めいちゃんへ。ニコプチの時から仲良くしてくれためいちゃん、本当に今までありがとう。めいちゃんが新しくピンクラテのメンバーになることを知った時はすっごく嬉しかったよ。めいちゃんといると本当に楽しいし、大人っぽすぎて年下なのを忘れるぐらいいろいろなことをお話しすることができて楽しかったな。
めいちゃんのおかげで毎回の撮影が楽しかったし、いつも笑わせてもらったよ。よく周りを見ていて気遣いができるめいちゃん。そんなめいちゃんの面白い話が聞けなくなるなんて寂しいな。また新たなお話があったら聞かせてね。これからいろんなことがあると思うけど、めいちゃんらしく頑張ってね。今までありがとう。大好きだよ。ひなちゃんのおかげで、今は自分からみんなに話し方ができるようになりました。最年長として、マリアの顔のみんなのことを引っ張ってくれるひなちゃんは、マリアの憧れです。卒業しても、ひなちゃんはマリアにとって、ずっと大好きな憧れの存在です。一緒にご飯に行くことだからできなくて、ちょっと残念だけど、ひなちゃんに会ったこの1年間、とっても楽しかったです。一年間ありがとう。そして長い間、お疲れ様でした。マリアです。マリアちゃんへ、1年間ありがとう。可愛くてふわふわしているように見えるのに、言うこと一つが集まり、初めてやってからまだ1年しか経っていないのに、ニクラテ TV には欠かせない存在になりました。ミナちゃんって笑顔で話しかけてくれたことがどれほど癒されたか分かりません。マリアなら、ニクラテ TV を盛り上げていってくれると確信してます。これからも頑張ってね。ひなちゃんへ、ご卒業おめでとうございます。いつも明るく、優しく、綿棒思いひなちゃんは私の意味です。ピンクラブ TV に入った時は緊張していて、全然喋れなかったけど、ひなちゃんたちが動画の進行や話を、話をおかげで、YouTube で笑顔で話せるようになりました。私たちみたいにできるように頑張ります。ピンクラブ TV へ卒業も頑張ってください。は水原へ、今までありがとう。いつも涙で妹みたいに、撮影の時や楽屋でいる時、元気な笑い声にいつも元気をもらっていました。そんな水原は意外にもいろいろなことを考えていて、話していると驚くこともありました。そして撮影のたびに成長していく水原を育てていて、勝手ながら喜んでいました。これからもゆずはらしく頑張ってね。いいね。ゆずちゃんへ、私が加入した手の頃は緊張してしまいがちで、動画内であまり喋ることができませんでした。でもガチガチの私の緊張をこぼすように動画を盛り上げてくれたり、話題を振ってくれたり、休憩中の一緒にふざけたりしてくれて、いつまですっかり馴染むことができるし、撮影が楽しくて仕方ないです。リーダーシップのある美人に頼れるキンプラテのお姉さん存在であるレナちゃんの卒業はちょっぴり不安でとても寂しいです。私がピンクラテ TV の視聴者の時から、ピンクラテ TV にはレナちゃんの存在が当たり前でした。憧れのレナちゃんとお仕事できてとっても楽しかったし、たくさんの言葉を述べたよ。機会があれば一緒にも入ったり、暇な時をピンクラテに遊びに来てね。卒業おめでとう。かわいいおめでとう。大好きです。みーちゃんへ、2年間ありがとう。最初は撮影が被ることも少なくて、話すきっかけがつかめなかったのに、まではいろんな話を共有するようになりました。見た目に反してさっぱりした性格で、そのところがもっと動画で見られたら嬉しいなとも思ってました。見えないところでたくさんの努力をしている夢を本当に尊敬してます。これからも無理せず頑張ってね。夢より。ひなちゃんへ、卒業おめでとうございます。約4年間という長い期間、本当にお疲れ様でした。一番ピンクラテ TV の中で歴が長いからこそ、プレッシャーや不安に思うことがたくさんあったと思います。それでもメンバーのことを大切に思ってくれる、みんなを引っ張っていくお姉さん的な存在であるひなちゃんを本当に尊敬しているよ。
そんな頼れるリーダー、ゆなちゃんと一緒に卒業ができることがすごく嬉しい。初めて会った時から人見知りのレイラに話しかけてくれたり、先輩方が卒業してからまとめるためにたくさん頑張っているのを見て、レイラも精一杯支えていこうと思いました。面白くて可愛くて気が合うゆなちゃんとこうして会えなくなると思うと本当に寂しいです。卒業しても仲良くしてね。ディズニー行こう。今までありがとう。ずっとずっと大好きです。レイラより。レイラへ思えばもう3年という年月が経ったんだって思うと早いなって感じます。いつからこんなに仲良くなったのかわからないくらいに、初めの頃はなかなか親しく話せなかったね。撮影でもたくさんの思い出ができたけど、やっぱり私は帰りの新幹線が思い出だな。二人で時間を忘れるほど話したことが本当に楽しかった。お仕事のことやプライベートのことをこんなにもたくさん話したのはレイラが初めてです。いろいろなことに挑戦をしているレイラをそばで見ていて、私ももっと頑張ろうって力をもらいました。卒業したらこうして過ごす時間がなくなってしまうのかと思うととても悲しくなります。レイラの太陽のような笑顔が大好きでした。これからもお互いにそれぞれの道で頑張ろうね。ピティーズへ、今までたくさんの応援をありがとうございました。最初は慣れないこともたくさんあって悩んだこともあったけど、ピティーズのみんなのおかげでこれまで自分らしく頑張ることができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 SNS のたくさんのコメントや DM、 愛のある投稿や動画は全部嬉しかったし、すごく励みになっていました。今までいろいろなことがあってファンのみんなにはたくさん心配をかけてしまったこともあったけど、たくさんの応援のおかげでここまで来ることができました。ピンクラテ TV で過ごした時間はレイラにとってかけがえのない時間でした。卒業してしまうのは寂しいけど、ピティーズにたくさん応援してもらった分、恩返しといい報告ができるようにレイラらしく頑張ります。今まで本当にありがとうございました。みんな大好きだよ。キティーズのみんなへ、まずは4年間ありがとうございました。活動を始めて間もない何もわからなかった私を温かく受け入れてくださったピンクラテ TV という居場所は、私にとってもう一つの家族のような存在でした。この4年間は決して楽しいことばかりではありませんでした。動画のことで悩んだこともたくさんありました。その度にファンの方の温かい言葉に救われていました。ピンクラテ TV の時だけでなく、受験期に入ってなかなかみんなとの交流ができなくなってからも、 DM やコメントで私の受験を自分のことのように応援してくれる皆さんのおかげでとても励みになりました。みんなはよく憧れだとか私の支えだなんて言ってくれるけど、本当は私の方がいっぱい支えてもらっていた、いました。ゆなちゃんとかゆねえなとかゆなぴょんってそうやって親しみを込めて呼んでくれるみんなが本当に大好きです。4年間たくさんの幸せを本当にありがとうございました。そしてピンクラテ TV のスタッフさんへ、ピンクラテ TV が笑いの絶えない場所であったことは紛れもなく皆さんのおかげです。いつも本当にありがとうございました。これから先もずっとピンクラテ TV が愛され続けるグループであることを願っています。ゆな、ゆなより。ありがとうございます。卒業式が本当に悲しいんですけど、多分視聴者のみんなも同じくらい、ゆなちゃんとレイラちゃんがいなくなっちゃうこと悲しいんじゃないかって思います。長い間ピンクラテの一員としてこう YouTube を撮ってきたから、もう動画で一緒に撮影できないっていうのもすごい悲しいし、これもう本当にいつでも遊びに来てください。ウェルカムなんて、ゆのちゃんとレイラちゃん高校生になって新しい学校とかこれからもお仕事とかって
いろいろね大変だと思うけど、ピティーズのみんなもメンバーの私たちも応援してるんでね、頑張ってください。ありがとうございます。そしてメイとマリアとユズハのニコラテ TV もよろしくお願いします。じゃあ最後の挨拶、はい、最後ですよ、はい、5人のもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。